風化させてはいけない。日本史上最悪の公害を改めて検証。霊夢、久しぶりだぜ。ここ数日とんでもないことになっていたぜ。あら、マリサ。久しぶりね。とんでもないことってどうしていたの？何かおかしなものを食べたらしく、食あたりを起こしていたぜ。それは災難だったわね。何を食べたのが悪かったかわかっているのかしら？いや、それが何が悪かったのか全く心当たりがないんだぜ。もしかするととんでもないものを食べてしまっているのかもしれないわね。え、なんだぜそれは？日本では汚染されたものを口にしてしまったばかりに発生した。公害がいくつも起こっているのよ。おいおいおい。私も口にしていたら大変じゃないか。ぜひともその話聞かせてくれよ。わかったわ。マリサのためにも日本史上最大の公害を紹介していくわね。最後には記憶に新しい、世界最悪レベルの公害も紹介するから。絶対に最後まで見ていってね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。日本における公害。そもそもマリサは公害ってどういうものかは知っているのかしら。さすがにそれは知っているぜ。水が汚れたり、空気が汚れたりすることだろ。大気汚染に水質を抱くね。それじゃあ、公害に詳しいマリサさんにクイズよ。よし、任せろ。公害に関して記載されている環境基本法には7つの公害が記載されていて、典型7公害と言われているわ。マリサが挙げた、大気汚染と水質を抱くも含まれているんだけど、残りの5つはわかるかしら？ 7 つもあるのか。さすがに全部は難しそうだけど、水の汚染があるなら土の汚染もあるな。土壌汚染ね。正解よ。あとは、なんだろうな。影響が大きなものばかり出ているけど、もっと身近に発生するものもあるわよ。騒音とか悪臭とか？その2つも正解よ。残りの2つはわかるかしら？いや、もう思いつくものはないぜ。5つもわかるなんて検討したわね。残りの2つは振動と地盤沈下よ。確かに両方ともめちゃくちゃ迷惑だな。ただ、この7つは昔の定義で今はもっと種類がたくさんあるわ。あくまで典型的な公害って覚えておいてね。わかったぜ。今は他もあるんだな。今度は公害の歴史についてなんだけど、実は日本の公害っていうのは、まだ150年くらいの歴史しかないのよ。結構新しいな。それより前はなかったのか？なかったわけではないの。政治の力が強すぎて問題にならなかったが正解だと思うわ。なるほど、もみ消したり突っぱねてたってことか。それで明治時代の初期に公害の問題史が始まったわ。その頃、日本は近代化を目指していたのよね。その頃に工場ができ始めたのか。そうね。特に、紡績業や銅製錬業、製鉄業といった近代産業が、各種汚染の原因となったわ。どんなことが原因だったんだ？大都市である大阪や東京では、これらの産業と町工場が集中したの。さらに、大正時代には火力発電所ができて、自動車の交通も加わって、都市の大気汚染が進行したのよ。わぁ、それは大変だぜ。それだけじゃないわ。明治中期からは、栃木県の足尾銅山、愛媛県の別子銅山、茨城県の日立鉱山といった地域でも大気汚染や水質汚濁が起こっているわ。近代化の裏で公害が進んでいくんだな。次からは日本の公害の代表例として語られる、四大公害病について解説していくわ。狂った猫から発覚。水俣病。まずは水俣病から解説するわね。水俣病は公害病の一つで、熊本県水俣湾周辺に存在した、今の窒素株式会社の化学工場から、海や河川に排出された有害な物質、メチル水銀によって起きたのよ。へえ、そうなのか。でも、なんでそんなものが海に出ちゃうんだ？それはね、日本が高度経済成長期を迎えていた時代の問題で、工業活動の影響で排出されたの。公害病の中でも被害者が非常に多いという点で知られてるわ。そのメチル水銀が海に流れ込むとどうなるんだ？水がまずくなるのか？そんなレベルでは済まないわ。水の美味しいまずいについては都道府県まずい水ランキングで、紹介しているから再度確認してみてね。ところでなんで水俣病って名前になったんだ？それは1956年に水俣市の工場で初めて患者の発生が報告されたからよ。そして、1968年になって原因物質が、工場の廃液に含まれていた、メチル水銀だと認定されたの。今も危ないのか？水俣湾は。1997年に熊本県知事が水俣湾の安全宣言を行い、その年の10月からは漁も再開されてるわ。今は安全になったのか。かなり時間はかかったけどよかったな。ところでその原因のメチル水銀ってどんなものなんだ？実はね、現在では自然に存在するものなの。特に魚類に含まれているわね。ええ、でも、魚食べてるよな。それって危険じゃないのか？それが日常的に魚類からメチル水銀を摂取していても、一定の範囲内であれば適切に排出されるから問題ないの。でも、大量に摂取した場合は排出しきれずに蓄積され、激しい中毒症状を引き起こす可能性があるわ。じゃあ、
もし大量に魚を食べたら、私たちも中毒になっちゃうのか？確かにマグロやカジキなど、水銀の量が多い魚の摂取には注意が必要だわ。特に妊婦さんなんかは、胎盤を通じて胎児に影響が出ないようにと、注意喚起が行われているのよ。それでこの公害はどんな被害が発生したんだ？昭和20年代後半から30年代前半にかけて、爆発的に大量のメチル水銀が、海中に放出されたことが直接の原因なんだけど、それを摂取した魚類が排出できずに高い濃度で蓄積してしまって、さらにその魚を食べた人間に激烈な中毒症状が出たのよ。ちょっと怖いけどその人たちはどうなったんだ？主な症状としては四肢の感覚障害、運動失調、視野狭窄、聴力障害などがあるのよ。わぁ、怖いな。だけどそれだけで済むのか？重い場合は意識不明になったり、亡くなってしまうこともあるわ。軽い場合でも頭痛や疲労感、味覚や嗅覚の異常、耳鳴りなども見られるのよ。それって簡単に見分けがつくものなのか？それは難しいのよ。軽度の場合、他の病気と区別するのは困難なことが多いわ。さすがに重症化した人はわかるけどね。被害者もたくさん出てしまったんだろうな。それはね、2022年4月末時点なんだけど、熊本県と鹿児島県で公式に認定された水俣病の患者数が合計で2284人だったのよ。そんなに多いのか。ただこの人たちは、明らかに重症の患者さんたちだけで、実は軽症の被害を訴える人も含めるとその数10倍にもなるの。失踪はとんでもないことをしたんだな。この後の話にも同じ内容が出てくるんだけど、被害が拡大した理由は企業による隠蔽、捏造、責任のなすりつけなどの犯罪行為と、その内容を黙認もしくは追認してしまった行政にあると考えているわ。これだけ被害が出たんだ。行政が把握してないわけないよな。今回の場合は水俣市が窒素から得られる税金がないと立ち行かないくらいの、いわゆる企業浄化町だったというのも大きいわ。出て行かれると困るから厳しい手は打てなかったのか。そういうことよ。今もそういった都市は存在するけど教訓として欲しいわ。政府の怠慢が被害を拡大。第二水俣病。二つ目に紹介するのは第二水俣病と呼ばれる公害よ。それってやっぱり熊本の水俣病と関係あるのか？その通りよ。熊本県の水俣病と似た症状が見られたから、第二水俣病って名前がついたのよ。新潟県阿賀野川下流域で患者が出たから、新潟水俣病なんて呼ばれることもあるわよ。わかったぜ。水俣病発生の後だったのか？そうよ。四大公害では発生が最も遅かったわ。でも、訴訟は一番早く始まったのよ。ただ、今でも複数の案件で訴訟が続いているの。何が原因だったんだ？昭和電工株式会社鹿瀬工場から川に流されたメチル水銀が原因よ。ちなみに昭和電工は新潟水俣病だけではなく、他の地域やアメリカで販売した商品で、他にも公害を起こしていて、亡くなった方もいるわ。とんでもない企業だな。その成果はわからないけど、現在の社名は株式会社レゾナックホールディングスなの。名前が変わっても公害の歴史には名前が残るぜ。話を第二水俣病の話に戻すけど、基本的な症例や、原因なんかは、熊本の水俣病と同じね。なので今回はそこら辺は省かせてもらうわ。少し気になってたんだけど、第二水俣病は水俣病とどれくらい年数が離れているんだ？いいところに気がついたわね。先ほども言ったけど1956年には水俣病は確認されていたの。ってことは第二水俣病まで9年間あったのか。そうよ。すぐに対策していたら少なくとも、第二水俣病はほぼ防げていたはずなの。つまりこの公害は、政府の対応が引き起こしたと言えるわ。熊本水俣病が発生した時、政府は原因を究明せず、同じ生産方式の昭和電工鹿瀬工場の操業を停止させなかったんだわ。それってつまり、ちゃんと対応してたら、新潟水俣病は避けられたってことか？そういうことよ。さらに昭和電工は、都合の悪い資料を全部破棄して、証拠隠滅を図ったとされているわ。だから、事件の全容解明はほぼ不可能なの。それって、めちゃくちゃだぜ。政府の怠慢と企業の倫理観のなさが招いた公害よ。二度とこんな公害発生させてはいけないわ。数百年にわたる公害。痛い痛い病。次は痛い痛い病の話よ。痛い痛い病？変な名前だな。それはね、この病気の患者が、痛みに痛い、痛い、と泣き叫ぶことしかできなかったからよ。地元の新聞記者の前で、看護師が患者のことを痛い痛いさんと呼んでいるところから、痛い痛い病と名付けたらしいわ。怖い話だぜ。どこで起きた公害なんだ？原因となった鉱山は岐阜県飛騨市神岡鉱山だけど、神通川に流れた物質が原因だったから公害としては、神通川下流の富山県富山市で発生したわ。どんな物質が問題だったんだ？カドミウムっていう物質が問題だったのよ。カドミウムってなんだ？カドミウムとは一種の有害金属のことで、
これが原因で、体に深刻な影響を及ぼす病気があるのよ。え、どういう影響があるんだ？その病気は多発性筋萎尿細管機能異常症や、骨軟化症などと呼ばれる病気よ。長期間にわたってカドミウムが体内に蓄積されると発症するわ。特にカドミウムに汚染された地域で生活している人や、そこの食物や水を摂取する人がリスクを持つわ。それってどんな症状が出るんだ？多発性筋萎尿細管機能異常症は最初は頻尿や口渇、便秘などが現れるくらいだわ。でも、その後だんだん症状が重くなるの。筋力低下が始まり、進行すると骨痛や運動痛が出てきて、最終的には骨の強度が弱くなり、くしゃみをしただけで骨折することもあるのよ。ええ、それってつまり、寝たきりになっちゃうってことか？その通りよ。さらに、腎機能も次第に低下してしまい、最終的には腎不全になることもあるのよ。ひどいな。その病気は誰にでも起きる可能性があるのか？主に出産経験のある中高年の女性に多いわね。でも男性でも発症することがあるの。特に長期間農作業をしていて、自分で生産したカドミウム米を食べていた人たちが被害に遭ったとされているのよ。それって治療方法はあるのか？骨軟化症はビタミン D を大量に摂ることで和らげることができるわ。でも、そのためのビタミン剤を買うお金がない患者も多く、しかも、多発性筋萎尿細管機能異常症はこの治療では改善しないから、症状はしばしば再発するのよ。打つ手があってもお金がかかる病気と、打つ手がない病気か。本当にひどい公害だぜ。実はこの公害もきちんと手を打っていたら完全には無理でも、ある程度のところで、止められた可能性があるのよ。同じようなことが他で起こっていたのか？それが江戸時代初期には記録が残っていて、この地域で大正時代には問題視されていたのよ。そんなに危険なのに、なんで早く対策しなかったんだ？当時、カドミウムの毒性については十分に理解されておらず、カドミウムが痛い痛い病を引き起こすという関連も明らかにされていなかったからよ。だから神岡鉱山の対策が遅れ、公害問題が拡大してしまったわ。知識と対策が遅れたせいで多くの人々が苦しむことになるなんて。行政が連れてきた公害。四日市喘息。ひたすら暗い話ばっかりだけど次の話は四日市喘息よ。四日市喘息って具体的に何が起こったんだ？三重県四日市市の四日市コンビナートから発生した二酸化硫黄が、原因で起きた問題なの。特に、四日市市の南部地域や中部地域で顕著だったわ。発覚から政治問題化したのが、1959年から1972年にかけてよ。この公害はどういった症状が出たんだ？喘息って書いてあるけどそれだけなのか？大気汚染によって、集団で喘息のような症状が出たのよ。ちなみに水質汚染も発生していて、水質汚染を含めた環境問題としては、四日市公害とも呼ばれているわ。二酸化硫黄が原因って話だったが、廃大気に含まれているんじゃなかったっけ？それは二酸化炭素よ。ただ、食品添加物として使用されていたり、火山の噴火で広がることもあるから、廃大気に含まれていないとは言い切れないけどね。じゃあ、二酸化硫黄ってなんだぜ？二酸化硫黄は黒い媒炎を出さないので、見た目はクリーンだけど、気管や肺に障害を引き起こすのよ。ええ、それって怖いじゃないか。外を歩くだけで障害が起こるのか？そうなのよ。そして二酸化硫黄が喘息の主要因なの。1964年に喘息による初めての死者が出たのよ。それから、1965年に四日市市が公害病と認定した市民に対し、私費で治療費を保障する制度を始めたわ。それはすごいな。でも、問題は解決したのか？その後も患者の数は急増し、市だけでは治療費を負担できなくなり、国や企業も分担金を出すようになったわ。なんか他の自治体より動きがいいのは理由があるのか？実は原因となった四日市コンビナートは平田助則四日市市長と田中悟三重県知事。この二人が誘致活動の中心人物だったわ。つまり次の選挙のために慌てて対策をしたってことか。それでも対策しただけマシではあるけどね。どうしてこんなことをしてしまったんだろうな。経済発展が期待されて、工場が次々と稼働し始めたのよ。でもね、その後空は曇り、街は悪臭に包まれてしまったの。少しは考えてくれよ。気づいたら喘息患者が増え、裁判でも行政の責任が問われる事態になってしまったわ。他の公害病と比べても、これは特異なケースだわ。ええ、つまり、経済発展の代償だったんだな。彼らは四日市市や三重県の経済発展に寄与した功績者でもあると言われているけど、人命や健康はお金に換えられないぜ。本当にその通りね。功績よりも罪の方が大きいわ。公害とされた食中毒事件。金見湯症事件。これまでは四大公害病と呼ばれる日本国内で発生した公害病を見ていったわ。次は正確には食中毒事件なんだけど食品公害と言われ、四大公害病並みの被害や補償が発生した金見湯症事件について解説していくわね。
金見油商ってどういう公害なんだ？金見倉庫株式会社が製造する食用油にダイオキシンが混入したのよ。その結果、1960年代から摂取した人々に色々な障害が発生したらしいわ。すっごく深刻な事件だな。ダイオキシンって聞いたことあるけど怖いやつだよな。そうなの。特に妊娠していた女性の患者が胎児に影響を与えて、胎児が真っ黒になってしまって、生まれてから2週間で亡くなったらしいわ。かわいそうに。言葉が出ないんだぜ。この件は世界的にも問題となって、国際会議でも油商と呼ばれて、話題になったのよ。金見倉庫が再生性油を売り続けたことで、福岡県と長崎県に被害を広げてしまったのも、問題だったわ。どれくらい被害が発生したんだ？日本全国でおよそ約1万4000人が被害を訴えたんだけど、認定患者数は現在でもまだ2400人ほどしか認定されていないのよ。すでに数十年が経過しているし、多数の方が未認定のまま亡くなっているんだな。家族が同じものを食べて被害に遭ったのに、認定されるのは、一人だけってケースもあるんだって。基準が曖昧なのかもね。どうしてそんなことになってしまうんだろうな。詳細はわかるわけではないけど、金見倉庫の事業規模では保証が出せない、ということがあるのかもしれないわ。どういうことなんだぜ？当然これだけの被害が発生しているんだから金見倉庫が保証する必要があるんだけど、支払うお金がないから、農林水産省が行っている米の備蓄事業を、受注することで支払いの原資としているの。それって税金から直接払った方がいいんじゃないのか？以前に被害者が国を相手取って裁判を起こしているんだけど、国に対しての責任は最終的には認められなかったのよ。そのため、直接補償を行うことができないので代わりに金見倉庫に発注を行う、という形で補償していると考えられるわ。四大公害病とは話が違うんだな。今回の話は株式会社金加が当時販売していた PCB がダイオキシンに変化して、発生した事件なの。しかもそのダイオキシンが食用油に混入していることが分かっていながら、創業していたという金見倉庫の責任は明らかよ。全面的に悪いのは企業ってことか。もちろんさらに早めの対応を行うことはできたと思うのだけど、PCB が毒物であるという認識がまだ世界的に薄かったというのが、行政の介入が遅れた原因ね。確かに根拠なしで介入するのはちょっとな。この事件は公害に対して行政がどこまで制限などができるのか、考えさせられる事件だと思うわ。ただ、その後の補償の対応はちょっとひどいとは思うけどね。倒産させないために業務を委託して税金を払っている、ということだよな。そういうことになるわね。ちょっと効率悪い上に問題を起こした会社を助けているぜ。こんなやり方しかなかったのかしらね。世界最悪レベルの原子力事故。福島第一原子力発電所事故。最後は記憶に新しい福島第一原子力発電所事故よ。さて、この福島第一原子力発電所の事故だけど東日本大震災と合わせて話していたら、それこそシリーズ化できるほどの時間がかかるから、公害としての側面のみについて話すわね。なんとなくだけどあんまり公害っていう感じがしないな。多分最初に説明した典型式公害に入っていないからよ。確かにイメージだけ違う気がするな。じゃあ、放射能に汚染された土壌と汚染水をイメージするとどうかしら？そちらに注目してみると公害って感じがするな。ところでこの事故が起こったことは知ってるんだけど、実際どんな事故だったんだ？それじゃあ改めて話すわね。福島第一原子力発電所事故は2011年の東北地方太平洋沖地震と津波が原因で、福島第一原子力発電所で深刻な原子力事故が起こったの。なるほどな。でも、事故ってどんな感じなんだ？この事故では、原子炉内の核燃料が溶けてしまったり、爆発したりして、放射性物質が大量に放出されたのよ。それって大変なことだよな。そうなの、とっても深刻な事故だったわ。国際原子力事象評価尺度という国際機関が定める原子力の事故の評価では、チェルノブイリ原発事故と並んで最も深刻なレベル7とされているの。その事故の影響ってどうなったんだ？その後の放射性物質の影響で、帰還困難な地域ができたわ。その面積は今でも名古屋市とほぼ同じ面積の337平方キロメートルとなっているの。すごい広い範囲だな。でも最初はもっと広かったんだよな。確かに地震後、つまり事故の発生直後は、原子力発電所から30キロメートルの範囲が避難区域とされたから、それに比べたら減ってはいるけれど、未だにたくさんの人が避難しているのも事実なのよ。早くふるさとに戻れるようになるといいな。この問題はおそらく途方もない時間がかかる問題よ。今まで見てきた公害よりもか？多分ね。まだ完全に復興される見込みがないの。放射線量が下がった後、土の入れ替えを行ってって手順が必要だし、おそらく廃墟とか下町のインフラの復興も必要だわ。それでもふるさとの復興を待ち望む人のためにもぜひとも解決してほしい問題だぜ。
次に長らく問題となっており、海へ排出しようとしている汚染水の問題よ。この汚染水は正確には、汚染された水を浄化するため、海に排出するのはアルプス処理水という名前が正しいわ。アルプス処理水？美味しそうな水だな。アルプス山脈の水じゃないのよ。アルプス処理水は放射性物質を含む汚染水を浄化する水なのよ。多角種除去設備っていうのを使って、トリチウムや炭素14を除く、62種類の放射性物質を国の規制基準以下まできれいにするの。へえ、62種類の放射性物質ってそんなにいっぱいあるんだな。でもアルプス処理水は安全に処理されて海洋放出されるわ。海洋放出の前にはきちんと測定確認も行われているの。だから環境や人体には影響がないのよ。きちんとしているんだな。あまり心配しなくても良さそうだぜ。全く心配しないのもどうかと思うけど、基本的には大丈夫だと思うわ。しかるべきところが発する情報を確認して、デマや風評被害なんかに、惑わされないようにしてほしいわ。そのためにも今後も霊夢に正しい情報を教えてもらいたいぜ。それから、みんなもこんな公害があったよとか、ガンガンコメントしてほしいぜ。みんなからもらったコメントきちんと確認しているから、ぜひよろしくね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。